2023年の買い納めのレトロゲームは、コズミックイプシロン。買っちゃった。ちゃんと入ったね。今んとこ986。2023年12月時点。12月28日で986。27.1GB。めっちゃこんな入れてギガ数がこれだけって。ちょっとやってみよう。まずいいもんもらうと全然取られる。面白いもんだよな。コズミックイプシロン、コズミックウォーズと間違えそうだ。なんだこれ。なんてことするんだ。出てらーって。あ、ちゃんと合成音声があるな。萌えプロはレトロフリークだと再生されないんだけど。あ、このビームと2種類だ。うわ、なんかファンネルみたい。ファンネルがついてるみたい。スペースハリアみたいに下でも歩かないんだな。当たった今の。ミサイルはいつ使うの。あー、なるほどね。セレクトボタンを押すと 3D になるんだ。これ 3D になって対応だから二重になる。ほら、これ 3D メガネかければなるんだろうか。やべ、セレクトボタン押してたら死んでしまった。あ、やべ、めっちゃ使っちゃった。ボス戦まで温存した方がいいのかと思う。ミサイル、これ立体で見たい。でも当時ファミコンの 3D のやつ売ってるとこ見たことないけどな。全然知らなかったよ 3D なんて。飛び出せ大作戦ぐらいだ。いや、これ難しいね。あ、でもこれ89年でこのゲームはすごいな。大パーツだな。難しい。1面ぐらいクリアしたいな。あ、ボスこれ。あ、これもうスペースハリアじゃないこれ。何これ、 S って後ろに S がついてる。戦目戻し作業終了。サイバースティックでやりたいな。これ当たってんのか。あれ消えた。あれなんだ。あれ、ボスは、ボスは、
中断セーブしながらやります。うわおお、気持ちいい。ミサイル、なんだ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 、わあ、海底火山が、火山かこれ。なんで先っちょだけ出てんだ海に。うわあ、当たった今。うっそー。小豆セーブだ。まだ1面かこれ。抜けるしかないんだよ。おお、あ、これがボス。あ、さっきのやつだ。地球壊したやつだ。やろう。あー強い。便利な世の中になったな。当たんないんだけど、このミサイルが当たってないよね。せめてこれぐらいはクリアしたい。いや、当たってる？ハンネルしか当たってないよ。だってミサイルが下行っちゃうんだもん。ハンネルで行くしかねえ。ミサイルが切れた。役にも立たないミサイルが。ハサミみたいなやつ、なんなんだよ。ジョイカードなかったらつらいな。こうだもんな。3D にするとこうだよ。わあすげえブレる。 3D にするとセレクトを押す余裕があると思う。硬いなこいつ。硬いぞ。攻撃のパターンは見切ったんだけど、ちょっと中断セーブした。あ、疲れた。親指が痛い。ミサイル回復しないのか。ミサイル当てたかったな。こんな硬いの。地球を滅ぼしただけあるな。ラスボスちゃんこれ。勝った。おお、変形した。ゼータガンダムだ。ハンネル付きのゼータだったわ。あ、二面は宇宙だ。ミサイル回復しねえ。あ、面白いねこれ。これをゼータガンダムに売った方が良かったんだよ。ホットスクランブルとして、ホットスクランブル2で売れば良かったの。でもファミコンで一番かっこいいのはホットスクランブルだけどな。パッケージというカセットで。だいぶ慣れてきたな。セーブ。あ、なんかね、ちょっとちらつくな。ゲームオーバーまでやるぞ。
あ、疲れた。なんだこれ。あ、当たっちゃダメなんだ。あ、無敵じゃん。あ、無敵じゃなかった。安全地帯だと思ったよ。あぶね。うわー、どうやって受けんだこれ。終わった。あ、これボス？あ、ボス見れたね。うわ。ここにね、3D って書いてあるんだよ。ファミコン 3D システム。こんな売ってたのかな？見たことないな、お店で。硬いな。一面のボスより硬い。リアルにするとこんな感じになるんだ。硬いな。一面のボスより硬い。動きは似てるんだけど、お、あ、勝った。強かったぜ。ボスなんじゃないか。なんだなんだ、基地か。すげえな、船じゃん。アリア、アリアって何？エリアか。アリア。お、ワープした。プラネットアクエリアス。またロボットが3面。地平線がわからない3面です。あー、これビームためがあったわ。これビームためがあるんだ、これ。ほら、連射にしてるから知らなかった。